はい、ではですね、今から、また今度2台の状態で、250平米約70坪のうちの倉庫の中でですね、スモークマシーン、こちらとあちらの、2台を使ってどれぐらいで黙々にできるかというのをちょっとテストしてみたいと思います。天井は高いところで約12メーターぐらいのところです。でさっき1台でやった煙がまだ滞留しててですね、ちょっと黙々してますけれども、ご了承いただきたいと思います。では行きましょう。せーのでいくね。はい、行きます。せーの。一番強い状態です。2台とも一番強い状態です。結構建物の中に残るんですよね、煙が。時間が経っても、でなんかこう拡散させた方がいいかもしれないですね。拡散させる？また、はい、今、毛布でですね、拡散してもらってます。じゃあ上行きましょう。うん、やっぱ2台だとすごいね。すごいですね。香りはココナッツバター、はい、なんだっけ、ココナッツバターだっけ、香、匂い、ココナッツミルクか、いいね。はい、こんな感じです。完全に真っ白にするにはやっぱり天井が高いんで少しあれかもしれないですけど、でも結構な勢いですよ。おお、すごい、すごいね。よし、これが煙の中です。真っ白で見えないです、何も。これ部屋が暗かったら完全にもうね、真っ白だよね。じゃあ川野さん、じゃあ一回消しましょうか。はい、はい、じゃあ一斉のせ、はい、消しました。でこの黙々がですね、どれぐらい滞留するのかっていうのをちょっとしばらく見てみましょう。もう3分ぐらい。わあ、すごいね、真っ白だね。やっぱ2台はすごいな、強力だな。うわ、お疲れ様です。そう今動画を撮ってんですよ。お疲れ様です。お疲れ様です。スモークマシンでね、2台使ってどれぐらいで煙を充満できるか。すごいな。結構これは本当にもうしばらく煙が残るね。これはしょうがないよね。でも火災報知器ならないね。決して火災報知器が壊れてるわけではないんですけれども、火災報知器その精度によってなのかな、ね、これはもしかしたらこの煙が一応火災報知器はあるんですけど、つけてるんですけど火災報知器は鳴ってません。しかしそれを保証するわけではないので、あらかじめご了承くださいませ。うん、
はい、じゃあこんな感じで、スモークマシンのテストを終了したいと思います。